こんにちは。私たちは今、宮城県の松島、ね、日本三景の一つ松島に来ています。暴れてるおはぎさん。はい。で、奥がね、これ松島の景色ですけれども、はい。今回は松島は松島でも、松島をね、高台から見下ろすことができることで有名な、松島市大館、4つの大きな景観と書いて市大館かな、っていうものがあると聞きつけまして、その4つを回ってですね、高台から松島をね、眺めてやろうと思っているんです。これはね、そのうちの一つの扇谷というところ、遊観と呼ばれていて、何観何観何観みたいなね、別名が2つ名がついてるんですね。そのうちこれは遊観です。というんで、いろんなところ見て回りましょう、おはぎさん。ねえ。ようこそ松島市大館多聞山というところのね、市大館上王地毘沙門堂まで8分というところの駐車場です。もうこっちもまあまあ綺麗な気配してるんですが、こっちに歩いていくとってことだよね。はい、ここが多聞山の神社なのかな、これね。うん。多聞山。多聞山は標高56メートルの景勝地で、多聞天像を安置する毘沙門堂があるので多聞山と呼ばれるようになったと。で、ここから見る景色が、松島市大館と呼ばれる、なんか四天王のようなね、四つあるうちの一つ、景色の綺麗なトップ4。ってわけですね。これが毘沙門堂ね。お社は多聞天と書かれております。ここは、松島市大館のうち多聞山と呼ばれるところで、通称遺憾。えらいこっちゃのえらいじゃないか。えらい人の意と書いて遺憾。点在する島々、やはり美しいものです。遊覧船が今向こうに、ここに遊覧船が今ね、これが松島遺憾多聞山からの景色です。近くの島はまあ鮮明に見えますが、遠くにもやはりあちこちにこう点在する島々、これが松島ってやつですよね。日本三景は伊達じゃないね。公園のように駐車場の周りを整備していて、ここからも景色見えるんだけどって感じなんですよね。はい、ここが眺望が一番良さそうなところなんですが、まあ確かに松島の島って感じはあの辺がねらしさはありますが、目の前のこの大きな建物がどうやら火力発電所らしいですね。地図によると。ちょっとなんか人工物が入っちゃって残念な感じの見た目になってると。まあでも景色はいいよね。日本三景松島公園内にある馬の背というところ見に行こうと思います。なんかこんな景色なんだって。行ってみましょう。半島の突端といった風情のところに向かって歩く感じ。出てきました、出てきました。確かになんかこう尻尾のようにね、なんか伸びる細長い半島。まあ、馬の背っていうんだから尻尾じゃないのか。こけたら落ちるやつ。景色はもうザ・松島って感じ。こう島が点在しててね。美しいね。突端まで歩いてやってきました。誰もいなかった。誰かいるかと思ったけど。はい、これが馬の背の最先端にあたる部分。
松島って感じするじゃない。先端からさらにですね、これ分かれちゃってるんだけど、これ地続きじゃないんですけどね、ほら。だけど向こうに行けるちょっとまたぎゃ行けるっていうちょっと怖いところ行ってみましょうか。よいしょ。あ、渡った渡った。まあ人またぎなんだけどね。松島感あるよ。遊覧船がめちゃくちゃ走ってるな。なんか複数会社あるんだっていうよね、遊覧船松島は。それぞれ特徴あって違うのかしらね、ちょっとわからないですけれども、これが馬の背からの松島です。馬の背行ってきましたが、こっちが馬の背だった。もう一個あるんだって。対岸には馬の背より一回り小さな子馬があります。ということで行ってみましょうか。この道だろうなきっとな。特に何の看板もないけど、道があるからきっとこれだと思う。子馬行ってみましょう。薄暗い小道を歩いていると、対岸にさっきの馬の背が出てきましたよ。あれが馬の背、横から見るとこんな感じだったみたい。来た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 、子馬、子馬さんです。こうハサミのように両サイドからこう細い半島が出ているんですね、ここはね。確かに規模は少し小さい。で、あっちね、馬の背、あっちの方が圧倒的に長いですね。で、会食堂みたいなものもできてるんですね、横から見るとね、あっちの馬の背は。てか、こっち気にしてなかったから、向こうの馬の背で僕こっちの島のこと全然気にして見てなかったから、目に入ってなかったからね、この島の横からの感じ全然イメージ湧いてないんですけども、まあ似たようなもんなのかもしれないですね。ああ、こっちの方が遮るもんなくて、なんか松島感あるかもしれないね。先端行きますか。はい、先端取ったん。よっしゃー、子馬、そしてこっちが馬の背、はい、あそこ今人が歩いてますね、観光客。松島だぜ。次にやってきましたのは扇谷と呼ばれる地域です。ここは松島市大館のうちの遊館と呼ばれる場所なんだそうですよ。やってきました、遊館扇谷と呼ばれるところです。歩いてすぐだったんでおはぎさん連れてこれちゃいましたね。えおはぎ薄ぐらいな、でもはい、これが松島市大館のうち一つ、扇谷遊館の眺めです。この角度しか開けてないから、この角度で見るしかないです。遊館、おはぎなんか違うもの見てる。おはぎさん、おはぎさん松島に到着。イエイ、ここは遊館扇谷。おはぎさん、おはぎ、いい松島だぜ。おはぎ、おはぎ、こっち向いて。何見てんの、おはぎ。松島とおはぎ。こう点在してる島々がね、
見えますね。松島だね。遊覧船もある。この遊覧はこうやって東屋があって、で、ここの景色が美しいということですね。はい、松島を俯瞰して見ることができる遊覧の景色でした。松島市大観の位置、ここは富山、富山じゃないよね、富山だよね、きっとね。これね、霊観と呼ばれるところ。この階段を登るんやな。行くか。なかなかな階段だよ、これ。果てしなく続くな。階段の数が書いてありました。全544段。今まだ半分行ってないじゃん。頑張れ。頂上か。車止まってる、ずるい。と思ったらまたあった階段。富山観音堂。行くぜ。登ってきましたが、展望台を直しています、だと。まさか見れないなんてことないよね。これが観音堂かい？仁王門。仁王様だ。これが松島市大観が一つ。富山の霊観、麗しき眺めというものですね。ちょっと点在するっていうか、なんか地続きのようにも一瞬見えるような気配ですけども、島々っていう景観は乱していない。そんな感じ。観音堂が赤い。で、今、展望台工事中だったけど、お願いして、なんかちょっと入れてもらいました。よかった。500段の階段登って見れないなんてがっかりすぎるからね。よかったよかった。今私がいるのは、松島も松島でも、奥松島なんて言われるような場所なんですって。そこにはやっぱり市大観の一つがあって、この看板、総観、大高森登り口、大高森っていうところが総観と呼ばれるそうで、なんかあんまりちゃんと看板立ってないから見過ごしそうになって危なかったけど、なんとか見つけて登ってみます。行ってくるぜ。また階段だ。階段登り終わったら、今度はなんか登山道もどきというか、あ、木陰涼しくていいですけどね。今日暑いからな。なんかこれ切り通したんかな、この岩。切り通したような岩壁の道を抜けて、奥になんかお社的なものがありますね。で、このお社は大高森薬師堂だそうです。薬師堂。分かれ道が別の登山道もあるってことだね、きっとね。こっちからくるるともあるんだけどってことだね。で、山頂ここまで。山頂はこっから、はい、あと400m 登るぜ。分かってはいたことだけど、階段だ。あ、たくさんあるぜ。今日はいいエクササイズだな。やってきました。夕暮れの総観、大高森の景色ですよ。さあ、登ってきたぜ。さあ、夕日が綺麗。ちょうど夕暮れ時なので、日没を見ながら、この市大観の動画終わりにしたいと思います。